オンザエッジ。今年設立4年目を迎えた。現在社員は99人。金髪の若者が目立つオフィス。オンザエッジはホームページを制作する会社。ミュージシャンから企業まで、今までおよそ300のホームページを制作してきた。制作費は1社20万円から始まり、なんと1億5000万円というものもある。ゴミを拾いながらやってきたこの男、実は社長である。急いできたのか肩で息をしていた。400坪坪単価。堀江貴文27歳、東大宗教学科中退。彼の会社オンザエッジはこの4月マザーズに上場を果たした。マザーズは東証がベンチャー企業のために昨年開設した新しい株式市場。いきなり1株に2000万円の値がつく会社もあった。その2000万円の株はわずか1ヶ月で4倍の8000万円まで跳ね上がる。ネット株のゴールドラッシュが起きた。しかしその勢いはあっさりと失速し、ゴールドラッシュはわずか2ヶ月で終わってしまった。現在マザーズに上場しているベンチャー企業10社の株は全て下がっている。オンザエッジも4月6日の公開後、最高560万円をつけたが、その後株価は半分以下になってしまった。堀江社長は心穏やかではいられない。暇があればインターネットで株価をチェック。社長の持ち株資産も440億円から170億円に半減。自分の、まあ、資産がどん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 目減りしていくと、自分にとっても自分以外の株主にとっても不幸なことじゃないですか。ですからそれは気になりますよね、やっぱり。インターネットのホームページを作っている会社オンザエッジ。いつになったらできるんですか。堀江社長は会社の業績を伸ばし株価を上げるために日々社員に葉っぱをかける。いやマジでだからイニシアチブ取ってやってくださいよ。頼みますよ。回らないんですよ。最先端のドットコムも社長の仕事は人に会うことだった。申します。よろしくお願いします。この日は菓子やパンの企業間取引用のホームページ制作の打ち合わせ。多分そうです。商品の受注管理システムとか、あとはまあユーザー管理、商品管理ですよね。だからデッドラインという考え方をします。で、まあ、でもお話打ち合わせの最中も株価が気になる。携帯電話を使ってチェック。11月頭株価は変わっていなかった。続けて外国の証券アナリストの取材を受ける。堀江は世界からも注目されている。彼とインターネットの出会いは大学時代。アルバイト先でインターネットを初めて体験した時衝撃を受けた。新しい時代がやってくると直感した。今からこう思い出すとですね、まあ本当に、まあ、砂漠の中で歩いてて、なんか金のかけらを見つけちゃったぞみたいな、近くに金鉱あるかもしれないなっていうようなぐらい の、まあ、あの衝撃。堀江社長は現在第二の金の鉱脈を見つけようと必死。彼が1日に目を通すメールはおよそ4000通。一件2秒平均で読む早業。企業情報から社内メールまで情報格差が勝負を分ける世界。今をときめくドットコムの社長にズバリ迫った。あなたは勝ち組なのか。
誰に言っても俺は勝ち組だって言って、うん、はいって言ってみんながこう認める、もうグーの音も出ないぐらい勝ちたいですよ。僕はそういう性格なんで、こう全ての人に文句が言われないぐらい完膚なまでに勝ちたいっていう。世田谷区の 4LDK、 家賃42万のマンション。ここがドットコムの27歳社長の城だ。新しい朝がやってきた。とりあえず株価のチェック、何としても勝つ。その目つきは真剣だった。